はい。ご本人、入りますか？もう、このまま入っちゃって大丈夫ですか？大丈夫です、はい。逆に大丈夫かしら？こちらが大丈夫とか。すごい！キラキラ自宅のファッションで大きなのにしようと思っても入らないからもう、ね、それをうちらはね期待してたんじゃないかしら入れない、いつもねゴージャスがよくわからないわかんないの悪いけど私ね3秒でこんな大笑いするの初めて。こんなトイレみたいな上によくうぞまった狭いわ汚ねえわほんと古いわ狭いわね、この前だって配管が詰まってたんだよだって老朽化で、ね、何年なの大体多分、うん、下手したら還暦ぐらいですこのビルは60年ビルって調べると出てくるんですよ築年数とかは、うん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 、出てこないんですよ、うんそう出てこないんですよだから多分還暦近いと思う、うん、あらまあなんか赤いちゃんちゃんしなくちゃいけないね出るじゃないですかこれでなんか大根おろしできそうだもんねゆずとかあ、いいじゃん年上に少し敬意が辛いすいませんママすいません今日すいませんすいませんありがとうございますそんなわけで私母になったからよろしくねはいこちらこそお母さんの家に行かなきゃいけないからねおいで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 じゃあもう路頭に迷ったらもうすぐ頼りますからね確かに働こう政府としてねそうね当時選択働きましょうちょいちょい抜いてこいろいろいや今日この宝石とかコンピアス片方だけどさ、ね、ごめん本当に宝石持ってないの私ブランド品ブランド品も持ってない一番大事なのはね一番大事なのはね猫あーごめん、ダメ、ダメ、ダメ、やめてよ、持ってかないでよ持ってかない気がつけますもう今までずっと猫しか飼ってないのね、はい、で、今はあのラグドールっていうのと、それからアメショーうーんごめんね、つまんな話だ、どうぞ飼えないでしょ、でもそうですね、飼えない私ももう、一回なくしてからもう飼えてないですそうなんだよね、ペトロスね、あれ私多分二度と飼えないのわかるね鳥さんとか飼えばいいっていうね、長生きするからって聞いたことある私は祭りの金魚でももうダメだったあ、そう、もうなんか悲しくない意外な話が聞けて、ねえだよね、今の意外な話がね確かにねいやってカメラマンが笑ってるんだもんねそうよみんなで一緒で3人かしらそうみんなでね作り上げていく感じでご挨拶をお願いしたあ本当に遅いよママママちょっと洞窟のあの出口探ってたの風の方向で猫ちゃん以外、まあ、物欲があんまりないってことですかあんまりないかなあでもね物欲って言ったらやっぱりね本当にバカに思えるかもしれないけどやっぱり衣装ねあやば衣装大事紅白の衣装もそうなんだけど舞台に出るときにバンとお客さんが「何これ登場の美学」みたいなのあるその時にどう思うかやっぱりお客さんがハッて顔がハッて変わるぐらいの顔がすごく年配の女性が少女みたいにしてはい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 そういうね衣装を着ることがねやっぱり大事かなとそうですねそれを一回快感で覚えるとねもっとやろうってなりますもんねだから感覚一緒なんですよ私そう例えばどんだけすごいかっていうのを見せたいんですよ私も派手にどんだけ目を向かせるかっていうのがすごく大事だと思ってるんで、うん、こういうふうに頭キラキラさせてみたりとか、うんうん、人がやらないことをやってみたりとかそういうのをすごいやりたいんですよ私分かるわ、うん、目を引かせたいというかうん、うん、それが分かっちゃダメだよだからそれがやっぱりこう続けるんですよプロ根性っていうかプロ根性でもまあ滑る時もあるわねやっぱねあでもその滑ったのもいい味が出ちゃうんですよそう分かるあ、ね、どっちにどっちにそうだでもさ、あなたたちまだ若いけど私ぐらいの年齢になるとね誰かの役に立ちたいって思うようになるからそのうち分かるまだ分かんないと思うけど人の役に立ったらいいなって思うよ、はいはい、だからボランティアとかチャリティーとか行くのはそういうことだと思うどんなに財を成した人も最後はそういうことをやりたいって思うの分かるってまだ稼ぎなさいはい、うん、お金貯めた大丈夫なんかあったらお母さんいるから困ったら困ったら ATM いるからピアス引っ張ったらか気分でちょっと疲れてるから、ね、あ、確かにね今日一枚だよだんだん本当におかしくなってきたマジでパラレルワールドみたいなとこあるんでここちょっとみんな言うよね、なんか調子狂うみたいな、うん、みんな言うんですよ
でもね、それであと自分で一人になった時にまた軌道修正して、はい、また新たに明日に向かって進んでいくみたいないいことだった私は思うな。いいことかどっちだろうねえ、いやもう今度テレビで見たらちょっと様子おかしいんだよ修正できてないんだよねタチコ引きずり軌道修正してないわ憧れの人とかいなかったんですか、影響を受けた人みたいな。もちろん美空ひばりさんはもちろん大好きで、もう別格なんだけど、はい、うん、越路吹雪さんって人がすごい、もう崇拝してますね、うん、すごい素晴らしい。ちょっと時代がちょっと違うのはなんだけど、裏切ったところに住んでた娼婦、その娼婦が身を削ってお金のために、そして自分の子供のために、家庭のために身を売っていくっていうことのあの切なさがあるのよ、いろいろってね、わかる、ガタカスよタチコにガタカスガタカス、おかまかすこのがいいでしょ、このが私、今度の歌、ガタカス、おかまかすじゃ後ろでちょっと踊ってみよう。そうね、僕ダンスやりましょう。そうね、しれっとね、ちっちゃく、ね、映ってるのかな、うん、中高人の人みたいな天気予報とかに映りたがる人いるよね。どんな歌聞くの、どんな歌が好き。私は結構昔の曲の方が覚えやすいので、昔の曲聞いたりとか、お母さんの影響とか先輩の影響とかで聞いたりとか、全部知ってるわけじゃないんで、多分こっちの方が昭和はすごい知ってます。私はもう千秋の海さん一強です。いいよ、千秋さんね本当に最後にお会いした時に、早く復帰してください、やってくださいよって、うん、もう歌わないですね、もう歌わないで、ね、あんなにうまい人いないですね。いや、もう二度と出てこないと思う。いやー、うまい。 A メロで全部持ってかれるんで、ね、そうなんですよ、5文字ぐらいで持ってかれるんですよ、最初の、ね、全部持ってかれちゃう。本当にそう思うのね、これ計算してるのかって思う緻密な、その小説のその16でもそうなんだけど、はいはい、きちんと合わせて拳を入れて、ふわーって、もうあのテクニックですよ。すごい。あ、でも、それ分かってくれるの？分かります。あ、で、私、あの、今の時代で、毎日千秋直美を聴いてるドッセは絶対にいないと思うね。それそうだね。あと、DVD ボックスも全部持ってます。引退された後から出たやつとかも、ボックスも全部持ってます。もう大好きで。ね、なんだ、あっちゃうね。大体ね、千秋さんの歌を全部ね、あの、知ってて歌ってるって、聞いてるっていう人の性格すごくよく、あなた本当にいいやつだね。わかる。悲しいの。悲しみが深いの。そして暗いの。あのね、暗い歌ってね、みんないいじゃん。暗い歌って暗いから暗いにゃーって、うん、徹底的に暗くすると上がってくれないの。それだから励ます歌よ、でも暗い歌って。なんですよね。何涙ぐんでる。千秋直美さんが好きな人あんまりいなくて。そんなことない。 いるんですけど、うん、同世代はまずいないんですよ。 あと喝采しか知らないとか言われるといらんですよ。あ、ねえ、ね、ちゃんと喋れる人がいない。なんかそう、千秋直美知ってるくだりの喝采しか知らないってなると、それは知らないってなる。知らないでしょ。わかるわかる。まあいっぱいあるよね。あの頃はあのレコードだったから B 面の歌もいいよ。あ、そうですね、うん、私もね結構ね、ゲイの人がファンでいてくれてすっごく多くて、はいはいはい、うん、私の仲良し宮古はるみちゃんは、はるみちゃんもゲイの人ものすごくなんかいろんな人がいる。千秋直美さんとまた違うんだけど、すごく好きなって人もすごく多い、はいはい、私の歌もね結構ね割とね本当に声が男らしい。いや本当に何だろう、男なのよ。やっぱり やっぱそうだ。お父さんだと思ったらお父さん、娘でもちろん生まれてきたんだけども、いろんなことがあってるうちに一家の中心のお父さんだったのは、変わって私が父親になってやって いかなきゃいけなかった時代があるから、だからいろんなものがね、はい、お作りします。いや今大事な話してたからちゃんと聞いてください。そうだね、そう進んじゃってる。ロックだよ、はい、次をロックでいただきます。とんでもない選ねえ。そうなのね、歌手だからね。歌手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 これも違うじゃん。浅草浅草頭良くなれーって。頭なれやしねえのあれ。すごいじゃん。時差が、時差が、時差が、時差あるのよ。タイムラグがね、タイムラグ。どこまで話したか忘れてたね。誰も覚えてない。Thinking about you.